9点 VIP 会員で9点のお買い物が大好きです。毛穴の広がりが長年の悩みなのですが、そんな私が9点で買える肌に優しく使える愛用毛穴ケアをたっぷりご紹介します。うさくま。まずは肌に優しく毎日使える毛穴ケア、おすすめ拭き取りパッドはこちら、セリマックス歯科消しゴムパッド、9点で2000円で販売しています。毛穴からぴょこんと飛び出た角栓が気になる時に使っているお気に入りの拭き取りパッドです。ふわっと柔らかい格子状のエンボスパッドです。裏側はツルツルしているのでパックのように使うこともできます。注目成分1つ目は特許成分ヘプタアクネコンプレックス、7つの植物エキスが配合されていて皮脂を減らす効果を期待できます。有効値の1万 ppm 処方されています。注目成分2つ目はアクメリアという椿の花エキスです。アクメリアに含まれるタンニン成分が肌のタンパク質と相互に作用し、お互いに引っ張り合い、ただ拭き取るだけではなく毛穴ケア効果をもたらしてくれます。さっぱりした使用感で優しく柔らかいティーツリーの香りがします。拭き取る前の私の鼻の毛穴はこんな感じです。アップで見ると油分があって毛穴が広がっていて、たまに毛穴の詰まりがあるのがわかります。毛穴は一度広がってしまうとケアが大変なので、私のようにこんなに広げてしまわないよう気をつけてください。パッドをパックのように使うのがおすすめです。角栓が気になるところにパッドを2分くらい置きます。2分置いたら格子状の部分で拭き取ってください。毛穴が気になる方はぜひこの方法で試してみてほしいです。ちなみに毛穴ケアのアイテムは刺激が強いものが多い印象ですが、こちらのアイテムは敏感肌低刺激テストも完了していて毎日使うことができます。肌のキメ改善毛穴減少臨床試験も完了しています。肌に優しく毛穴ケアをしたい方におすすめです。使うと肌がスッキリする感じがします。毛穴ケア以外にも朝洗顔の代わりにさっぱり使うことができるのでおすすめです。続いてきめ細かいもちもち泡が気持ちいい癒しの毛穴ケアはこちら、魔女工場クレンジングソーダフォーム、9点で2000円で販売しています。こちらは去年買ったアドベントカレンダーに入っていて使用感がとっても良かったので現品を買って愛用中です。防腐剤や石油系界面活性剤などを使っていない自然由来 99.9% の肌に優しい洗顔フォームです。よく見るとフォームに粒々が入っているのがわかります。皮脂や老廃物のケア、肌トーンアップ効果を期待できる緑茶水や角質緩和のパパイヤ酵素、老廃物を吸着してくれるソーダなどを配合しています。ふわふわの滑らかな泡で肌の老廃物を優しく除去してくれます。このナチュラルなハーブの香りにも癒されます。洗顔料は泡立てるのがめんどくさくて普段はポンプタイプの方が好きなのですが、クレンジングソーダフォームは泡立てる手間があってでも使いたくなります。角栓や角質が気になるところは入念にくるくる泡で洗うようにしています。泡持ちがいいので丁寧にケアできるところがおすすめです。ダーマテストも完了していて、敏感肌でも安心して使用することができます。ふわふわした泡が好きな方におすすめです。洗い上がりはふにふにと柔らかい仕上がりで、肌が突っ張る感じもありません。続いてポロポロが出すぎない、古い角質を優しく取り除くピーリングはこちら。プリメラフェイシャルマイルドピーリング、9点で3300円で販売しています。ビューティーアワードで累計32巻に輝くメガヒットの肌に優しいピーリングです。注目成分はメリアーザジュラクタエキス、インドでは村の薬局とも呼ばれていて虫除けや民間の治療薬として広く使われてきた薬用のハーブです。高い保湿力があり美白、メラニン生成抑制、肌荒れ抑制作用、抗菌作用などを期待できます。ポロポロとしたクズが出るピーリングは肌の大事な成分まで落としてしまう感じがしてしまいますが、このピーリングは植物由来のグリセリンがピーリングをする間肌のバリア機能を守ってみずみずしい肌をキープしてくれます。見てもらってわかる通り全然ポロポロしたクズが出てきません。この後顔にも使いますが、顔だとポロポロが出てくるので注目してみてほしいです。こちらのアイテムは週に2、3回使うことができるそうですが、
私は肌のざらつきや毛穴の角栓が気になった時だけ使用しています。1回から2回のプッシュで顔全体使えるのでコスパもいいです。顔全体に使ってもポロポロしたクズはこのくらいしか出ないです。洗い流した後肌がつるっとしてスッキリする感じがします。続いて毛穴から出る油分が気になっている方におすすめの毛穴ケアはこちら、セリマックスオイルコントロールカプセルエッセンス、9点で2700円で販売しています。顔のテカリが気になる方におすすめのオイルコントロールエッセンスです。注目成分の一つ目は特許成分であるアンチセバーム P、 毛穴収縮効果を期待できる植物コンプレックスを有効値の1万 ppm 配合しています。注目成分2つ目はセラミド保湿カプセルマジックスピア、エッセンスの中にはよく見るとピンクのカプセルが入っているのですが、このカプセルが水分をたっぷり含んでいて油分と水分のバランスを整えてくれます。その他角に分泌された皮脂をスポンジのように吸着して皮脂コントロールを助ける EPS-C-MAT という成分も配合しています。ちなみに少量でこんなに広がってくれるのでこちらもコスパがとてもいいです。私もそうなんですけど、乾燥肌の方は朝も夜もたくさん保湿をしたくなると思います。そんな時はスキンケアの最後にこちらを使ってなじませてからメイクを始めると、お肌の油分をコントロールしてくれるので保湿感がありながらもメイクが密着してよりにくくなるのでおすすめです。保湿をした後にオイルコントロールカプセルを塗った肌をアップで見てみます。肌に潤い感はありながらも肌表面の油分が抑えられている感じがありました。しっかり保湿をした後でも表面がベタつかずメイクをしやすい肌の土台作りができます。毛穴から皮脂が出やすくてメイクがよれやすい方や乾燥肌でメイク前にしっかり保湿をしたい方におすすめしたいアイテムです。あともちろんすっぴんでも使うことができるので皮脂が出やすい男性の方もおすすめです。保湿感はありながらもベタつかないです。私みたいに毛穴が広がっていて毛穴から油分が出やすいという方は1本持っておくととても重宝するアイテムだと思います。続いて混ぜて使うのがおすすめ、つるん肌に導くリッチなスクラブマスクはこちら、アイムフロムフィグスクラブマスク、9点で3520円で販売しています。注目成分はなんとイチジクのパウダー。乾燥したイチジクにはタンパク質を分解する酵素やビタミンポリフェノールが含まれていて滑らかな肌へ導いてくれます。ザラザラした使用感で何とも言えない甘い香りがします。フィグスクラブだけで顔に使うとザラザラ感があって肌への刺激が気になるので、私はこの蜂蜜のようなテクスチャーのハニーマスクと混ぜて使っています。ハニーマスクと混ぜることで粒のザラザラ感が弱まってより肌に優しく使うことができます。自分好みの使用感に調整しながら使えるのが嬉しいです。私はお風呂場で湯船に浸かりながら使うのが大好きです。お風呂場の蒸気で肌を温めながらスクラブをすると気持ちがいいです。洗い流すとこんな感じで肌は突っ張らずしっとりとして柔らかいです。続いて毛穴の黒ずみが気になる方におすすめ。大好きな角質ケア美容液はこちら。ドクターウーマンデリックリニューアル 18% セラム、9点で4950円で販売しています。大好きすぎて何回も紹介している美容液で、なくなったらリピ買い予定です。注目成分はマンデル酸。敏感肌の方も使いやすいマイルドな AHA の一種です。古い角質を柔らかくして、黒ずみや毛穴詰まりに効果を期待できます。ビターアーモンドから抽出した純度 99.9% のマンデル酸を配合しています。私は肌がゴワゴワするときによく使っていますが、毛穴の黒ずみにも効果を期待できます。注意事項がいくつかあって、1つ目、日中は使わず夜のみ使ってください。2つ目、レチノールやナイアシンアミノが高濃度配合された製品との併用はできません。3つ目、使用している期間は日焼け止めで紫外線対策を必ず行ってください。値段はお高めですが、使った翌日は肌の調子がいいので手放せない愛用美容液です。今回紹介したスキンケアは全て9点に公式ショップがあります。概要欄のリンクをチェックしてもらえると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。
高評価、チャンネル登録お待ちしています。